ユニバーサルシティ駅近く、遊びの街難波に。130種以上のゲームを備えたボードゲームホテルが登場。ホテルの中はボードゲーム要素がいっぱい。130種以上のボードゲームが遊び放題。ホテルに入るとボードゲームがたくさん並ぶ遊べる縁側が。ボードゲームが遊べるカフェ、ジェリージェリーカフェとコラボして、マニア向けのゲームから子ども向けのライトゲームまで幅広い種類を用意。縁側でゲームを遊ぶことはもちろん、好きなゲームを借りて部屋で一日中楽しく遊ぼう。さらにホテルでしか遊べない8つのホテル専用ゲームを開発。一泊いたずら人狼、夜の間に犯行が行われる人狼ゲームを実際の一晩で体験。全員が人狼になり、誰にもバレないようにいたずらをしよう。小さな金貨、部屋に隠された20枚の小さな金貨を探せ。ピクトのかくれんぼ、逃げ出したホテルのピクトさんたちを探せ。エレベーターギャンブル、エレベーターの待ち時間を面白く。ドアが開いたら何人乗ってるかベットせよ。自販機パズル、ハテナの飲み物は何？推理力で解き明かそう。さらにホテルには面白い客室がたくさん。人狼マーダーミステリーがコンセプトの部屋では、人狼で敗退した人が待機できる天国部屋や、マーダーミステリーでこっそり話せる密談部屋を用意。お子様のいる家族には子供用のボードゲームやおもちゃがいっぱいの部屋、他にもテラス付きの部屋や人気ボードゲームがたくさんある部屋も。さらにこのホテルのどこかに黄金の財宝部屋が隠されているとか。あなたは隠し部屋を発見することはできるのか。90室の遊べるボードゲームホテル、みまる大阪難波ステーション。